はい、こんにちは、k t です。今回はビッツレコーダーゴールド18の使い方第6回。この第6回では、テレビで視聴できる DVD 作成について解説していきます。はい、ではですね、こちらの画面を見てもらって、ビッツレコーダーの DVD 作成。この DVD 作成っていうのは DVD ビデオ形式の DVD 作成になります。 この画面見てもらうと3つの内容を記載しています。一番上から見ていきます。テレビで視聴できる DVD 作成。そしてその下ですね。パスワード付き DVD 作成。CPRM コピー防止付き DVD 作成。この2つについては前回の動画でも解説したように、DVD ビデオ形式なんですけどテレビで視聴することはできません。 この二つの内容の項目については次回以降の動画で詳しく解説していきます。今回は初心者向けに簡単にわかりやすくするためにテレビで視聴できる DVD 作成について解説していきます。では早速ですけどエクスプローラー開きます。こちらの画面見てもらって一番下の真ん中。こちら見てもらうとですね、BDRE ドライブ g 空き領域4.38、このように表示されてます。これは新品の DVD メディアをすでにですね、ドライブ機器に挿入した状態です。このようにエクスプローラー上で正常に認識されているのを確認してから作業を進めていきます。さらに今回使用する動画の素材なんですけど、この画面上のビデオホルダー、こちらをクリックするとここにですね、MP4 があります。 この MP4 を使用していきます。ここで一つ初心者向けに注意点なんですけどビ i ズレコーダーで DVD 作成する場合ですね扱える動画の形式が決まっていますそちらを確認しておきますはいこちらですねビ i ズレコーダーの公式サイトこちらですね下に下げていくとはいこちらの画面ですね DVD ビデオディスクの作成ってありますその下の方に対応形式って書いてあります ここに書かれている形式のものであれば、ビズレコーダーで動画の素材を取り込むことができます。はい、ここでですね、初心者向けに重要なポイントを解説しておきます。この対応形式についてなんですけど、この中に、m p e g 4 h 2 6 4ってあります。最近の動画はですね、この h 2 6 4っていうのが主流になってます。 ここで初心者向きに注意点なんですけど同じ拡張子 MP4 であっても H.264 の場合と H.265 の場合があります H.265 の拡張子 MP4 は取り込みができないってことになりますこのビッツレコーダーでは対応してないので取り込めないってことになりますその他、スマートフォンの iPhone ですね iPhone で撮影した動画っていうのがですね 最新の機種であればですね、規定値で H.265 が使われています。さらに拡張子も MOV になっているかと思います。そういった iPhone で撮影した拡張子、Codic であればですね、このビーグレコーダーで取り込むことはできません。取り込めない素材の動画についてはですね、変換ソフトを使って変換する必要があります。見た目は同じ MP4 の拡張子であっても、H.265、h H.264。 この2つがあると。ここはですね、初心者の方、注意が必要かと思います。はい、ではですね、ビーズレコーダーを起動していきます。はい、こちらですね、起動した状態。この状態で、右下の DVD ビデオ、こちらをクリックすると。はい、そうすると、こういった画面が表示されるんで、上の画面で素材の場所を指定して、素材を選択すると。 今回私のパソコン環境においてはこちらのビデオフォルダーこちらをクリックすると。ならビデオフォルダーが開くんでこちらですね先ほどの MP4 こちらを選択してそのまま下にドラッグすると。はいそうするとですね下の方にファイル名が表示されます。このように設定できたら右下の開始をクリックすれば作業が進んで DVD が作成できます。 ここで一つ重要なポイントとして、この画面上でこのままですね、開始をクリックするとですね、DVD が作成できると。その出来上がった DVD についてなんですけど、メニューなしの DVD が出来上がります。メニューなしの DVD なのですぐに再生が始まると。それが今までのやり方になるんですけど、今回この VizRecorderGold18 についてはですね、 この画面上にも書いてあるんですけど、ここですね。このビズレコーダー18からはですね、メニュー付きの DVD も作れるようになりましたと。この部分ですね、誤解がないように解説しておきます。この画面上の左下に設定ってあります。こちらをクリックすると。そうすると、こういった画面が開いて、一番上ですね、DVD メニューを設定するってあります。こちらにチェックを入れると、 DVD メニュー用の画像を設定することができます。実際に画像を設定してみます。右側の参照をクリックして、写真を選択すると。まあ、今回であればこちらですね、テスト1。こちらの写真にします。これで設定することができたと。はい、今設定した DVD のメニューについてなんですけど、通常のオーサリングソフトでは、 タイトル別やチャプター別にメニューを設定できるようになってます。それに対して、このビズレコーダー18での dvd メニューという画面は画像を1枚配置して、その中に再生ボタンを作成するだけの機能になってます。ですので、本格的なメニュー画面を作るような機能はありません。ここはですね。押さえておくポイントかと思います。はい、今回ですね。写真を設定した状態で ok をクリックします。 ではこの状態で右下の開始をクリックしますそうするとこういった画面が開くんで通常はですね何もせずにそのまま開始をクリックするとそうすると作業が開始されますこの辺りですね多少時間がかかるので待つ必要がありますはいこの辺りからですね非常に時間がかかるので動画の編集をカットして 終わりに進めたた状態でまま解説していきます。はいそうすると作業が完了してこのような画面が表示されるんでそのままですね E をクリックするとそしてこちらも OK をクリックするとでこちらも閉じておきますではエクスプローラー開きますでこの画面上の先ほどのドライブ今排出されてるんでもう一度読み込んでいくと はい、そうすると読み込まれた状態です。DVD ビデオという名前になってます。この状態で右クリックして、私のパソコン環境においては PowerDVD、こちらをクリックすると。はい、そうするとですね、再生されてこういった画面が表示されます。こちらの写真は先ほど DVD メニューとして設定した写真になります。 そして、この写真の一番左上ですね、見てもらうと、y ブログとっていうボタンがあります。こちらのですね、ボタンですね、y ブログっていう名前になってます。これは先ほどの動画の素材のファイル名になってます。そのまま使用されていると。はい、こちらの画面がですね、公式サイトに書いてあったメニュー付きの DVD ビデオ作成の画面になります。専用のオーサリングソフトのように、 階層構造付きのメニューは作れませんので注意が必要かと思いますこちらの DVD のメニュー画面からですねこちらのボタンをクリックして再生できるか確認しますではクリック大きくします はい、今ですね、正常に再生されているのが確認できたかと思います。はい、ではですね、こちらの画面を見てもらって、今回作成した DVD ビデオ形式、その DVD ビデオ形式の中身を確認しておきます。こちらですね、右クリックして、その他のオプション、開くをクリック。そうすると、DVD の中身が表示されると。こちら見てもらうと、オーディオ TS、ビデオ TS っていうホルダーがあります。 このビデオ TS の中を開くとこのようにたくさんのファイルがあるとこのように DVD の中身を開くと一番最初にオーディオ TS ビデオ TS こういった形式の状態のものがですね DVD ビデオ形式って呼ばれる DVD になりますはい今回の DVD 作成の解説については以上になりますまたチャンネル登録よろしくお願いいたします